話に入りますが、今日テーマを、見ると皆様方、まあ、あまり我々に関係ない話ではないかなと思っていらっしゃるかもしれませんし、それは私の勝手な考え方かもしれませんし、でなぜならば、まあ、子供を育てるお母さんたちが、まあ、大変忙しいんだから、まあ、そういう法話なんか聞く暇がないと思いますから、でそれでもこれ法話ですから、とにかくは私はもう釈尊の教えを、何とか紹介しようと思って話しているんですから、で別に自分に子供がいなくたっても、子供の教育はもう終わってあっても、で関係なく我々の人生に役に立つと思います。そういうことで、このあまりもこのテーマに断らなくても構いません。で大体まあテーマはどうであろうか、私はまあ大変悪い癖が据えてて、まあ聞いてる人々のまあ理解の具合を度合いを見ながら、まあ話の内容もどんどん変えていきますので、それほどまあ専門的にまあ子どもの心理学やら、まあ、教育方法やら、まあ、いうつもりはございません。まあ、昔はそういう専門的ないろんなところで、まあ、日本ではないんだけど、そういう、まあ、教育機関のところで、まあ、いろいろ、まあ、講演通して、まあ、話したり、まあ、学校の先生たちの、まあ、セミナーやら、まあ、しましたけど、まあ、その場合は、まあ、きちんとした、まあ心理学やら、まあ、そういう教育方法規則に基づいて喋りましたけど、で今日はまあこちらはまあお寺でもありますから、まあ、お寺っていうのは一般の方々にこのまあ説法する場所ですから、まあそういう説法という形で軽い気持ちで聞いてみてください。この話を聞いてから皆様の心はいくらか清らかになるならば、いくらか自分の心を発見できるならば、まあそれで大変結構だと思います。で自分の国でお寺だったらこの大変面白い現象があるんです。で大体この満月の日はまあ休日で、まあお寺は結構人々が集めてますけど、で一日中いるんですよ来たら。で面白い現象っていうのは、まあ死んで間もない人々と間もなく死ぬ人々のその二つを集めてるんですね。もう極端的ですけど、まあ、死んで間もない人々っていうのは、まあ、子供たちなんですね。まあ、過去で亡くなって今世で生まれたばっかしですから、まあ、一応死の覚えがあると思います心の中で。次にグループは、まあ、間もなく死ぬ人々っていうのは、まあ、年取ってる人々なんですね。でよくこの自分のお寺、まあ、自分はなくて自分の国のお寺で見られる現象はそういう現象なんですね。まあ子供たちが旺盛いて、おじいちゃんおばあちゃんたちがまたいると、真ん中はいません。でそれで、まあ、我々すごい大変なんですよ。説法することにしたっても全く正反対のもう生き方、もうこれから生きていようとしている人々とも、生きていて全部やること終わっている人々と一緒になって、まあ、どうやって説法すればいいんですかと、もうかなりまあ大変きついんですよ説法するのは。でその時、まあ私個人的にどうしますかというと、まあどちらの方が調子がいいんですかと、まずちょっと見ているんですね。大体
まあ、おじいちゃんおばあちゃまの方々は、まあ、好かれてるなと感じたら、まあ、子供たちに中心に説法する。子供たちはあまり聞く気がないんだと、もう遊びたいと思ったならば子供たちを無視して、あのおばあさんおじいちゃんたちに説法する。まあ、どんな形であろうか、まあ、両方もよくあの話を聞くんですよ。で、おじいちゃんおばあちゃんたちに喋ってると子供たちはものすごくもう自分に分からなかったらなんかまあ良くないと思ってるでしょうか、分かりませんだけど、まあ、態度高いんだからもう徹底的に聞いてるんですね。何言ってるんですかと。で、子供たちに話をするとやっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちが大変驚くんですね。で、なぜならば、まあ、自分に関係ない話だなと思って聞いてるんだけど、やっぱりその中で真理ありますから、まあ、普段わからないことをよく理解するんです。で、何回も経験がありますけど、あまりこの自分的な話を喋りたくないんだけど、この、学校で話したことがありまして、何回かこの小学生の子供たちが、まあ鬼たちみたいにうるさいんですよ。で、自分の国だからこういうこの別荘にそういう音声機械とか、その機械もそんなものもほとんどあるわけじゃないし、ものすごいでっかい声で喋らなくちゃいけないし、その上、まあ子供たちの声っていうのは全然止まりません。で、大人はまあ20人分の声ありますからね、子供一人に。それでまあ100人200人集めて、まあ力いっぱい喋ってると、そこでも大人にはもう喋れませんね。で、一回覚えているのは、それあの学校で子どもたち集めて、まあそこ、その日は学校からこの子どもたちに修行をさせているんです。で、我々は説法に行ったんです。で、まあ一応形式的にその戒律を受けて修行の形を取っているんだけど、子どもたちはもううるさいんですね。で、先生たちは子供たちに、まあ、静かにしなさい、静かにしなさいと、もう一生懸命喋ってるんです。私は聞いていたんですよ。あの、大体15分間、この学校の教頭、教頭、なんて言いますか、このヘッドマスターというんですけど、我々は、この先生 が子供たちを静かにしてあげたいんだと、まあ、これから説法だから、ということで。まあ、15分頑張ってても、かすかにでも声が衰えません。聞いてないんですね、子供たちが。先生、何言ってるんですかと。で、私は別に困っていなかったし、で、先生は私のことを心配しているんですね。で、それで私はまあ先生に、まあいいですかと、僕、私の話し始めたらと。言ったら先生はすごく謝って、あの子供たちはまあ、もうちょっとうるさいんだけど、まあ、なんとかそこら辺で我慢してくださいとか、なんとか、はい、わかりましたと言って、私は話し始める瞬間で子どもたちは瞬間にもう静かになるんですね。ということは、まあ、子どもたちは大人よりしっかりしているんです。で、先生何言ってるんですかと、みんなわかってるんですね。聞いて聞いてもう呆れてるんですよ。ですから、まあ別に聞かなくたって、我々は自分のもう喋りたい放題喋って遊んだってもいいんだと。でも、このお坊さんもし何言ってるかなと、まず知らない。だから瞬間静かになるんです。その瞬間で子供たちは判断するんですよ。まあ同じつまらない説法か、また先生言ってることと同じことを、まあくだらんことを言ってるかないかと、その瞬間は勝負なんです。で、その瞬間、静かにしてくれた瞬間で、私はもうさっさと子どもたちの興味を引くように、もう話を一つ、もうちょっと子どもたちにちょっとした質問をして、それで子どもたちをもういきなりこの私の話にも引っ張ってもらったんですね。引っ張ってもらって、まあ結構難しい内容。子供たちと一緒に1時間以上喋ってたんです。その1時間、かすかにでも子供たちは声を出さなかったんです。私と一緒に喋っていたんです。
それたまにこのまあ能力の差もありますから、ちょっと何か分からなくなったら、子供たちがあっち見たりこっち見たりすると、隣にいる子が静かにしろとで言うんですね。それで終わったら、まあ先生たちも大変喜んで、私はじゃあ帰りますと、席を立った瞬間また爆弾みたいに子供たちがまあ声もう叫び始めたんですね。ですから、まあそこら辺なんですね、問題は。で、子供に舐められてるんですね、我々大人が。で、そこは大人の負けなんです。子供はものすごい鋭く我々を監視しているんです。私たちは偉そうに、我々大人はもう偉く世の中のことを知ってるそうと、子供は何だという感じで、まあ子供は扱いせてるんですね。結局我々をが子供に舐められてるだけなんです。これ大事なポイントがあるんです。で、私は子供たちと付き合って一度も失敗したことがないんです。一度もどんな難しい因果法則の話で説法であろうか、まあ子供たちに話してくださいったら僕は話してみせますよ。大人が理解しなくても子供たちは理解するんです。で、ポイントはこの子供たちに私の心を簡単に読めるようにはしないんです。私は先手を打って相手を読んでしまっちゃうんです、ね、ですから我々もこの子供に自分の心を読まれてしまっちゃったら、もうどうしようもないんですよ。もう負けてるんです。これ将棋と同じです。相手の手読まれたらもう負けです。なんでそういうことを言うんですかというと、やっぱり我々大人にこの年下の、まあ私は子供という言葉を一応置いておきましょう、年下の人々を教育させて正しい価値観道徳を教えなくちゃいけないんですね。ですから子供に自分たちを解読されたら、これうまくいかないんです。だから出て自分の頭は全く混乱して、いい加減な状態だったらそれまたできないし。で、そこら辺で我々に勉強しなくちゃいけないことはいっぱいあるんです。だいたいこの子供育て、失敗している両親でのみんな、まあ子供に舐められてるだけなんです。子供に読まれてるんです。どれほど読まれてるかというと、子供は全部たまに親が子供に叱る場合は、まあ、子供は暗記してるんですね。どんな言葉で叱ってるんですかと。何の意味ないんです、それだったら。暗記して自分が言ってるんだから、かえって。だから、本当は情けないのは我々大人なんですよ。ですから一つ申し上げたいのは、まあ皆様にそういうぐらい小さな子供ないかもしれませんだけど、この我々より経験ない、まだまだ人生それほど生きてない人々っていうのは、大人に対してはもう大変な宿題なんですよ。我々が瞬間瞬間頭を働かせて新しい知恵を作り出さなかったら、この世の中はうまくいかないんです。これ会社にしたっても同じことなんですよ。会社の上司がいて部下がいるんだと。部下は当然年下なんですね。経験も浅いんですよ。そこで決まってるパターンで、決まってる文句で、決まってるやり方で、朝から晩まで喋ってると全然効率上がるところが自分も舐められてるだけなんです。ですから私たちの話を聞いてる側が、今日は何喋ってるでしょうかと真剣に
聞かなきゃという状態そこらなくちゃいけない、そういうことなんです。まあ、私はしゃ座ってしゃべるとあまりにも落ち着きますから、なかなか難しくなるかもしれません。で、いわゆるチャレンジなんですね。で、あの、私また個人のことを言いますけど、この大人に説法することは僕にとってはもう何ともないです。ものすごい簡単、つまらないんです。何もチャレンジがないんですよ。何か質問をされても、こう質問する以前知ってるんです。どんな何を質問するかと。で、ちょっとあの相談したいんですけどと言ったっても、こっちはもうとっくに知ってるんです、どういう相談かと。それぐらいもう見えてるんですよ、この経験ある大人の心っていうのは。でも子供に喋るとか全く違うんです。子供が質問すると私はものすごい真剣に集中して聞くんです。何聞くかわからないんだから、こっちが。それで質問に返事できるかないか、それまた大変なんですよ。かなり神経使うんです。ですからもうすごく自分対してもこの1時間話して終わったら、よくも今日は頑張りましたと、よく無事にセーフしましたと、なんかすごいこの国際的な試合に出たような感じなんですね。で、そこを私たちもやっぱりこの、まあ、子供がいなくたっても会社いろいろある場合はね、部下がいるんだからね、あるいは社会の中で自分を投資した人々いつでもいるんだからね、これはチャレンジだと思ってください。子供に読めるように前もって解読できるようなことを言っても何もエフェクトがないんだと。それ我々にとっても同じなんです。もし私は今日は何を喋るかと皆様方知ってるならば、先生が面白くないでしょ。もしあの、なんて言いますか、予測できたならば、あ、今日は仏教の話だからお釈迦様とかね、いろいろ仏教でこういうことを、あっちでこういうストーリーあります、こちらでこういうお経にこうありますと、もし学者であってもね、あ、そういう内容だろうと、だろうと思ったら、ね、面白くないんです。心に入らないんです。ですから大体、たまにどんなテーマであろうか、まあ、びっくりすることをいくらでも僕には言えることは言えますけど、あまり日本でちょっとびっくりすることを言うと、みんなあまりびっくりして混乱するんですね。それは私はまあどうかなと思いますね。ということは、皆さんは小さい時からこの決まってるパターンで教えられてきて、全部規則の中で全部決まってるんですね。まっすぐ行って右に曲がって、また行って信号で、それで左曲がってとかね。で、それだからこのちょっと違うことを言ったら、なんか驚いたり理解しなかったり、まあするし、私にもいろいろ、私もあの日本の社会のこと知りませんだから、皆様の意見をよく聞くんですね。何を喋ったらいいんですかとか、どういうふうに喋った方がいいんですかとか、どういうことを皆様は聞きたがっているんですかとか、そこでああだこうだとか私にも言うんです。言うときは私は本当はこのよく聞く人なんですけど、喋るよりは。で、聞いてるとみんな同じパターンで同じことを言ってるんではないかと。これは仏教にならないんだと。革命的で刺激的で、まあ、これからどうなるかとワクワクしている状態でなければ、心の中も仏教的にはならないんですね。たまにある人々は、まあ、我々の考え方ではこうあります、ああありますとか、自分知ってる仏教はこういうことですと、ですからそういうふうに沿って喋ってくださいと。で、私ははい分かりましたと言って、その講演では徹底的に壊すんで、その概念やら考え方価値観やら爆弾みたいな話をして、そこで、あ、この暴走の話はあまり、まあ、良くないんだと、
言ってることはわからないんだと。で怒られるんですね。僕はやりましたと自分が今日は。でそれでわざわざ一人勝手に喜んでるんですね。でそこで言いたいポイントはね、そういうこの決まってるパターンとかね、決まり文句とか何もエフェクトがないんですよ。例えば日本の伝統的な仏教に至ってもそういう同じことだから、この決まってることを決まってるしきだり、決まってる教え、まあちょっと自分で考えて、なんかちょっと過激的なことを現代人に言わなきゃみんな逃げてしまうんですね。ですが、まあこのお寺は違いますけど、我々にもあっちこっち追い出されるんだけど、じゃあまあ勝手に喋ってくださいと。でまあ大変親切に助けていただいてますからね。ですからまあ私も大変自由に、まあたまにまあ過激的なことを言うかもしれませんし、そういうふうなことをあると人間がやっぱり興味あって勉強するんです。じゃあそこでポイント、人間っていうのはいつでも変化するもんなんですね。我々は昔からこの社会はそのまま守ったアホバカではないんですよ。このシステムやらしきだりやら生き方やらなんだかんでも大事に守ろう大事に守ろうと偉そうに言うんだけど、大事に守ったらどうなるんですかね。もし日本人が自分の文化、自分の価値判断、考え方すごい大事に丁寧に守ったいなんてなら、いまだに奈良時代なんですよ。全然変化してないんですよ。でも偉そうにもし私が何か言ったならば、あんた方自分の文化壊してるんですかって言ったら怒られるんですよ。なんで怒られるか分からない、本当に壊してるんだから。でこの教育のおかしいところ、そういうところなんですね。我々子供やら次の世代を教育すると、まあ今までこの店はまあ17代までこうやって伝わってきたんだから、その教訓やらしきだり全部守りなさいと。学校でもまあこういうことをちゃんと守りなさいとか、文化やら価値観やら全部守りなさいとか、偉そうに口で言うんだけど、それはもう化石論なんですね。化石になりなさいということなんですよ。で化石になってどうなるんですかね。ただ埃だけ拭いて、まあそのまま置いておくと。だから教育の世界でまあいろいろ失敗あるんですよ。で例えば子供は過激的ないい加減な自分好き勝手なことをやると、先生は3倍やると、それより子供たちはまあ呆れちゃうんで、この先生にはもうなかなか歯が立てませんと。社会っていうのは変わるもんだから。で我々はまあ私も老人だから、まあこちらも私と同じ年の方々もいらっしゃるんだから、我々はやっぱり打ち添いたいんですよ。あんまり今更変化はもうちょっと肌に合わないんです。でも私が変化嫌いだからといって、私の次の世代にもあなた方もおとなしくしなさいというのは大変間違ってる教えなんです。そうじゃなくて勝手にしなさいと。私は自分の弟子たちにそう言ったんですね。いろいろしきだり教えるんだけど、どうも聞いてくれない、破っちゃうんですね。そこで決めたんです。あなた方は勝手にしなさい、どうなろうか私は見ようともしないんだと。で理由も教えてあげるんですね。私はもう年だから、あなた方先に、随分先に死んじゃうんだと。それからの世界はあなた方の世界です。その世界はどんな世界であろうか関係ないんだと。で勝手にしなさいと。でそれを怒って言うんじゃなくて、すごくまあ明るい心で、まあ、ニコニコと、じゃあ勝手にしなさいと。そう言われたら、その弟子たちがすごい、その日からすごい責任感感じ始めたんですね。やっぱりふざけてだけではダメだと。
いちいち守ってくれませんと、いちいちおっしゃってくれませんと、自分で判断しなくちゃいけないんだと。で、なんとか分かってきて、まあ落ち着いたんですね。落ち着いてちゃんと自分で判断して行動するようになってきましたし、ですからこの一応そういうことを覚えておきましょう。この世の中は変化する、私たちの小さい時の社会は今はない、今の社会はこれからもない。で、教育の世界では必要なのはこの変わる社会、作られる能力ある人材なんですね。インスピレーションなる人々なんですね。物事を新しく考える人々ですね。ですからこのへんてこりんな人々一番いいんですよ。分かりやすく言えば、わがままで好き勝手でもう何とか言ったらもとんでもないことを言い返すとかね、まあ大体子供の中でそういう人々いるんですね。これはこういうふうにやらなさいと言ったらそうではなくて全く違うふうにやってしまっちゃうとかね、いわゆる分かりもっと分かりやすく言えば、まあいかにすれば親に逆らえるかと、そればっかし考えてる子供たちいるんですね。ああいうのすごく才能あるんですよ。正しく育てればこの世の中のためになるんですよ。で、一番悪いのは親言うことをなんだかんでもおとなしく聞く子なんですよ。それ心配した方がいいんです。早死にするんだと、この社会で生きていられないんだと。ですからこの英語で言うオビディエンス、言うことよく聞く、これ大変ないい道徳だと言ってますけど、あんまりもいいことじゃないんです。なぜならば大人言うことを完全に聞く人がいるならば完璧にバカなんですね。自分で何も判断しませんだから。それから大人が消えちゃったらどうするんですかね。その人々は何もできないでしょうね。会社のサラリーマンにはなるんだけど課長にはならないんですよ。ですからこの仏教から言うならばこのサラリーマン教育をやめてほしい、課長社長作る教育をしてほしいということなんですね。それすごい、まあ大変ですけどね、言うこと聞かない子供いるとね、なかなか親は大変です。その大変ということは一番いいんです。親にバカにならないんだから。親も毎日頭を困らせて困らせて考えなくちゃいけないんだから、まあそういう、まあ、ことなんですね。それ仏教の立場から説明するそういうことなんです。お釈迦様は決してこの同じ社会をスーッとあってほしいと思ってないんです。とにかくお釈迦様はこうおっしゃったんだから、仏教は真理の教えであると。これは過去も現在も未来もこの真理は変わりませんと。ですから時間時代遅れになる教えではないんだと。真理ですから変わるはずがないんです。それでもその仏教はあまり長生きはしませんと。先日だからこの社会で残るだろうということは言ってないんです。まああまり長生きはしませんと。消えます。なんで消えますと、社会は変わりますから。それをよく知っていたんですね。どんどん変えていくんだと。だからいい方向へ変えていくか悪い方向へ変えていくか、それをもう分かってるもんじゃないし、必ずしもいい方向へ変えるわけでもないんですよ。悪い方向にも行っちゃうし、そういうことはストップすることはできないんです。少々できるのはまあ次の世代だけ、まあいくらかいい方向へ変えるようにちょっと手を打っておくだけ。
それで皆様に、まあ、そういう話は先生役に立ちませんから、一応この、まあ、こういう概念仏教にありますということはね、でそういうすごく刺激的な教えがあったならば、この日本の現代若者は悪い方向へ行かないんですよ。この変な大変社会に危険な教えのグループとかあるんだからね、そういうところに入って親不幸にすることはしませんね。すでにうちの中戦争だからね、まあうちの中でも子供は一生懸命頑張らなきゃいけない状態を作っていると、まあ全く反社会的なところに入ってね、まあ頑張ってみようとは思わないんです。だから新しいものをしなきゃ心の中に刺激がないんです。我々は社会はすごく生ぬるい、決まって全てのものは決まっていているんだから、もうチャレンジがない。だから現代若者たちが、まあほとんどの人々はもう若者かと言えないほどの力がない、力がある人々はもうなんかとんでもないことに走っていっちゃう、そういうふうな残念な現象もいくらかはあるんで、全部ではないんだけど。でまあそれを話そこで置いておいて、今日は他のことを言いたいんです。私たちは子供を教育するんではなくて、我々はもう我々にはいっぱい子供から勉強するものがあるんです。ですから我々を自分の勉強してみましょう。子供にああだこうだともう偉そうに指導したり命令したり、まあ教えたりするということより限りない知識、知恵、子供から得られるんです。これ八科事典みたいんですよ。その方法を勉強した方がいいんじゃないかなと。いろんなことを勉強できるんです。で、どういう勉強できますかね、子供から。で、まあもう一つ、この子供から我々は勉強すると、子供が先生だと思って私たちが正当になったところで、まずいいポイントがあるんですね。我々はいつでも精神的に健康的になるんです。肉体的にも若返るんです。で体が年取ったっても心が年取ると困るんです。いつでも若い時と同じくすごくこのやる気があって元気で活動することができるんですよ、子供から勉強するならば。ですから大変役に立つんです。それを覚えておいてください。でから何を勉強できますかね。ポイント1はこれなんですね。子供は大体もう読めないんですよ、大人に何をするかわからないんですね。例えばもう部屋でもいいし、部屋にちょっと入れてみてください。部屋に入れて10分15分経ったら何をするかと分かりますか。我々大人は30分部屋の中に入れちゃったら本でも読んでしまっちゃうんですね。あるいは寝てしまっちゃう、もう分かるんですよ。いや子供 2,3 人部屋に入れてドア閉めてみてください。何するか分からないんです。その読めないところ我々の勉強になるんです。
で、子供は決して悪いことをするわけじゃないんですよ。子供のポイントは、この部屋に入れちゃったんだから、大人に怒られたんだから、部屋に入れちゃったと。それで、我々はどうすれば面白いかと。我々にとってどうすればすごく気持ちよく楽しく遊べるかと。もううるさいんだから部屋に入れたんだけど、でも結局親に逆らってるんですね、大人に。我々どうすれば自分に対して面白いか、快感得られるかと。それすぐ発見するんですね。いわゆるどう生きるべきかと。この30分で、その10分でもどういれば面白いかと。それ大人が忘れているんです。子供は忘れてないんです。ですからこの子供のやり方を見ていると、あ、なるほどと勉強になるんですよ。例えばこの小学生の子供たちとかね、電車なんかに乗って、まあ、3人4人グループで行くんだけど、見てください、電車で10分いる場合はもう10種類の遊びをやってるんですよ。1分ごとに変わっちゃうんです。次にどんな遊びするかと、もう想像できないわけ。もう何か違うことをやるんです。中学生も高校生もそれなりに、まあ高校生になるともう大変疎かれてるんだけど、分からない、どうするかと分からない。でも結局本人が自分たちで楽しく遊んでいるんですね。で、そこは子供は遊ぶことで成長するんだから、それ子供の生き方なんですね。我々には例えば日曜日と土曜日連続で連休だったら、じゃあどうしようかと分からなくなっちゃうんです。その我々大人がこの発明的な心、新しいものを発見する心を失ってるんです。いわゆる型決まってるんですね。だから人生は苦しいんです。つまらないんです、大人にとっては。だから仏教も聞くんです。なんか仏教でも聞いて、なんか幸福でもなるんではないかと。でも私の話聞いたっても、ヴィパッサナー修行していたっても、この脳細胞は元気でなければもう何も効果がないんです。とにかく私は刺激させようと思ってますが、で、まあ反応する人は早く反応して、それなりの幸福をやれるんですね。ああつまらない、なんかないんですかという感じで、じゃあ仏教でも勉強しようかと思ったし、あんまり役に立てませんね。ですからいくら年を召しても、100歳になっても頭だけはピンピン元気で若くて置いておかなきゃ、もう一生暗いんです、人生は。でそこは我々はこの子供から勉強するべきポイントなんです。何か新しいものにチャレンジしなくちゃいけないんです。でそこでこのポイント2つあります。考えなくちゃいけない。大体このじゃあ何かしようと思っている元気なおじいちゃんおばあちゃんたちが日本には大勢いるんですよ。でどういうことをやってますかって、90歳になってこの社交ダンス勉強しようと、習おうと言って、まあ90歳でもう体動くわけでもないし、それで骨を折ったりしたりしても大変なことになるんですね。おじいちゃんもおじいちゃんたちで、まあ自転車に乗るわ、オートバイに乗るわ、80歳50歳になったところで、そういうことをやってる元気な方々いますよ。ある面ですごく可愛いんだけど、あるいはもうゲートボールですね、まあ、ある日この国立の方で朝帰ってくると、もうおじいちゃんたちとばんじでみんな染めて、まあ一生懸命元気でゲートボールやってるんですね。でそれで日本の社会はそれを褒めるかもしれません。ああやっぱり日本の年取ってる方々は大変健康的で元気で、もういわゆる
そういう文化的な活動をやってるんだと。で、私はそういう元気でゲートボールやってるおじいさんおばあさんたちを見たところで、あ、つまらない人人生だなと思ったんです。これではつまらないんだと。これででは生きる楽しみがなくなっちゃうんだと。なぜかというと、もう頭はもう型決まってるんですね。で、年取ったんだからゲートボールと。なんでフットボールなんかやらないんですかね。ね、なんでみんな年取ったらゲートボールやってるんですかね。あれ私にも分かりませんね。足が動かなければ杖でも持ってね、もう蹴ればいいんだから、これ私の足だよと。だから何か新しいものを考えることできない、それは一つポイントで。でも考えてみてください。年取ったら、まあおばあちゃまたちが、まあ、それなりの、まあ、数字やら、まあ、あるいは和歌ですか、歌会とか、まあ、何とかするとかね、あるいは踊り勉強習うとか、おじいちゃんたちがゲートボールとか、あれで面白いんですかね。あれで染まらないと思いますよ。で、我々に勉強するべきものはいっぱいあるんですよ。死ぬまで勉強するべきものはもうすっごくあるんです。それ忘れているんです。勉強っていうのは大学卒業したら終わってると思ってるんですよ。あるいは会社でもう仕事に必要な勉強してて、まあそれで終わりと。一人も人生に必要なものを勉強してないんです。生きるために必要なものを勉強してないんです。学校に行ったらつまらないことしか勉強しないでしょうに。数学やら何の役にも立てない、歴史やら社会学やら全然実行しない、社会学とかね、で科学とか、一人も科学者にならないのに科学勉強したりとか。仕事に行ったらそれは全然役に立ちませんし、大学で一生懸命勉強するんだけど会社に行っちゃったらまた全部勉強やり直すですから。ですからそれどこかでおかしいんですよ。別に算数とか勉強してていけないということではなくて、それは子どもたちが勉強するんであって、学校を卒業するために大学に行ったらそれ精一杯大学の研究をするんであって、会社に行ったら会社の勉強は精一杯やるんであって、でもそれは人生のほんのかすかな一部だけなんです。我々は生まれてから死ぬまで、いやでも生きてるんですよ。死んでからは分かりませんだけど。ですからこの生まれた瞬間から死ぬまで生きてるんだから、生きてることを勉強しなくちゃいけないんですね。どう生きるべきかと、どう生きていければ、どう生きていれば充実感、満足感、幸福感味わえるんですかと、どう生きていればこのつまらないと虚しいとならないんですかと、苦しみが消えるんですかと。で、我々の体から子供のように、子供はこのエネルギーいっぱい、体中、体からもうエネルギーはもう出ていっちゃいますからね。だからこの部屋に大人の方々はここまで至ってもなんとなく寂しいんだけど、子供2人入れてみてください。もうこの建物全体うるさくなっちゃいますから、あの性のエネルギーで。なんで私だけにそれできないんですかね。どこでそれ死んでしまったんですかね。ですからこの私はこのおじいちゃんたち、このこの間このゲートボールやってるみたいな感じたのは、やっぱりみんなつまらない人生だと、年取ったらやることないんだと。だからまあおじいちゃん様方が集めてなんとかゲートボールしている、もっと意味のあるものはないんですかと。そこは我々と言ったっても、これは
やっぱり、まあ、仏教の仕事でもあると思いますよ。人間に何か教えてあげなくちゃいけない。これ何ですかというと、生きる方法なんです。このエネルギーは消えない方法なんですね。子供が持っているエネルギーが。で、私は今日そういうことを教えないで、ただ、まあ、驚かせて話を終わりにしようとは思ってますけどね。みんな混乱させて、頭がこんがらがっちゃって、状態で今日の話は終了しましたということに、まあ、一応決めてはありましたけど。何も深めるポイントは今日は言いませんと。なぜならばこの刺激なんで必要なの。人生はクイズでなければいけません。私はクイズ出して、一つのクイズを出して答えも言いますよと言ったら面白くないでしょう。例えば何とかすごい難しい質問を出して、答えはこれですけど、じゃああなた答えてくださいというのは何にもクイズにならないんだから。やっぱり人生はどうも解けがたいクイズでやってほしいんです。一つ解くとまた次の問題が出ていく、それ何とかするとまた次の問題が出ていく、キリがなく問題が出ていく、それは人生なんです。それなんで我々は消すんですかと。なんで一定のパターン決めて、このパターンの中でこのトラックを決めて、トラック、まあ日本語は決めて、その中でずっとまあ言ってるんですね。だから年取ったらゲートボールも決まってるんです。別にやっといけないわけじゃないんですよ。もし皆様なさってるならばどうぞ、あの元気で、それは体に健康にいいんだからなさってください。まあそれに文句言ってるわけではなくて、なんか違うものも言いたがってるんです。で、あのまあ答えとして言うならば、やっぱりこのどう生きるべきかという、この生きることを勉強することなんですね。で、子供は結構知ってるんですよ、生きる方法っていうのは。例えば小さな子供に何か欲しがってる、それあげないでみてください。あげませんと。どっちが負けるんですか。自分にはもし、あの自分には覚えがあるでしょうね、まあ、子供が小さい時何とか欲しいと言う、いやダメいけませんとお母さん言うでしょ。それで負けるのは誰ですか。 99% お母さん負けるでしょ、お父さん負けるでしょ。あれ何ですかね。例えば何か食べたいと言う、お母さん知ってるのこれはもう体に悪いんですよと、ダメと言っても結局大人の方が負けるんですね。で、子供というのは不思議にこの自分の目的を達成する技を知ってるんです。それはこのなんかこの言葉にならない何か持ってるんです。それは死ぬまであってほしいんですよ。例えば皆様方同じ噂を私にかけると、私の話の内容すぐ変わるんです。例えば自分が何か知りたいものがあるならば、で私は勝手に教えてあげるわけじゃないんです。絞らなくちゃいけないんです。それが必要なんです。で、子供はそれ知っていて、大人はそれ忘れている。まあそれは一つそのポイントで、でこの生きる実
生きる噂、一応子供の世界から勉強して我々も推移をすると我々も子供のように元気で生きていられる。でまあちょっとだけ答え、まあ、言いますけどね、例えばこのスポーツしたり運動したりそれの刺激で生きてるということはあんまりくだらないんですね。それはまあ若者やってることなんですよ。例えば年取ってももう音楽にふけてるんだと、そんなことは二十歳で卒業してほしいんですよ。自分の年と同時にもっと高度なもの、もっと何か高度なものへ、ものへ行かなくちゃいけないんです。盆栽じったりするだけではなくて、ですから私たちのこの勉強するこの学校は、人生という学校はその1年ごとに新しい何かなければいけません。学校に行ったらそうでしょうね、大学に行ったら1年生ではこれと、2年目ではこれで、3年目でこれで、4年目でこれで卒業というふうに決まってるんだから、1年目の項目単位は2年目で3年目で4年目で同じことを取ってる、卒業できないでしょうね。ですから去年はこれやったんだから今年もこれということではなくて、毎年何か新しいものにチャレンジすることが必要なの。でも毎日、僕は分かりやすく言うのはこれ自分にも言いたい、自分にも自分で言ってほしいことなんですけど、昨日より今日は充実に何か新しい違うものをするというこの決まりなんですね。私は大体怠け者だから、じゃあ明日しますと思いますけどね、今日よりは明日頑張ります。それは明日頑張るということはもうとんでもないんです。それは怠けやらないんです。明日だからじゃあ明日しますと、いや今日のんびりしますということになりますからね。ですからまあ皆様もできれば昨日より何か新しいものを今日は得ようと。じゃあこの得る新しいものは何ですかね。これはこの採算とかそんなもんじゃないんですよ。それももう長年で終わってほしいんです。名誉とかね、例えば美容、美しさとかね、そういうものはもう卒業してほしい。何か違うところで何か見つかる。ですからこの価値観ね、行動な価値観を得て努力すればよろしいんじゃないかなと。で、一つこの子供から勉強しましょうと言ったんだから、この一つ一応答え出さなきゃ皆様困りますから、一つ二つぐらい答え出します。で子供は生きてる時はこのよく見えることは、このどんなつまらないものであろうかそれ遊びにしちゃうんですね。遊びに回っちゃうんです。あるいはこの何か楽しくなければ何もやらないんですね。ですからこの我々子供を教える時でも結構この遊びを中心に教える場合もあるし、でそこで我々は何を勉強しますかというと、我々大人になったら人生は楽しくなくなっちゃって暗くなるんです。なんで暗くなるんですかね。で子供にはこの例えば電車にいるとき、僕は電車しかあまり見てないんだけど、この相手をぶん殴ったりとかね、もうなんとかしてもう遊んでるんですね。あれなんて言いますか、あれ
スリー川、それにでもぶら下がって何とかやったりとか、ね、それで結構楽しんでるんですね。まあ私たちに迷惑っていうことはそれは置いといて、本人にとっては楽しいんだからね。大人になるとなんでそれ消えますかね。そこはポイントがあるんです。大人になると我々は人生忘れちゃって、幸福楽しみさっていうのは今あるものではなくてこれからのものだと思っちゃうんですね。よし、これから幸福になりそうと、でこれからっていうのは今は不幸でいいということなんですね。ですから大人は電車にいると染まらないんです。大人にとっては、あ、まだまだとか1時間かかりますかと。子供にはそうじゃない。ですからこの幸福というものは今得なくちゃいけないんです。今楽しくなければ、今充実がなければいけないんです。で、大体仏教の世界でこの今というその一言葉にものすごく重点を置いているのはそういうことなんです。今上手に生きていられる人はもうずっと上手に生きていられるんです。どこかで私はそれちょっと分かりませんだけど、皆様何か発見してて私にも教えてほしいことがあるんです。我々はいつこの今楽しめるこれを忘れたんですかね。皆様も同じことですから、小さい時はよく楽しかったでしょうね。どこかで忘れちゃったんですね。先だと思っちゃうんですね。例えば若い女の子だったら、じゃあ結婚してから幸せになりますよとか、とんでもない男と結婚してたらどうするんですかね。ですから今幸福感選べなくちゃ、決めなくちゃ、体験しなくちゃもう大変なんです。この忘れたのはどこで忘れたんですかね。もっと注意ポイントがあります。で、子供は何かふざけてそり川にぶら下がったりとかね、まっちこっちキャーキャーに泣いたり遊んだりとか、そういうくだらんことで楽しみますけど、私は皆様方にも同じことしてくださいって言ってないんですよ。いい大人でね、お互いに指でいじったりして楽しむ、ケラケラ笑ってる、それもう病気ですからね。そういうこと言ってるわけじゃないんです。ですから毎日勉強だから、毎日成長しなくちゃいけないんだから、大人にもそれなりの何かあるはずなんです。例えばこので、私は大体この、まあ、年に合いますけど、いつでもこの大体このどこか誰かと一緒に来ならば染まらないと思っちゃった瞬間で、すぐ自分で何かゲーム考えるんです。でいくらか、例えば言語学的な能力ある人だったら、この目に入る広告やら色のいっぱいあるんですね。それでいろいろからくりするんです、瞬間で。でよく知恵を使うんですね。こういう意味で書いてますけど、これはこうしたら全く違う意味になりますよと。そういうことで相手にいろんなことを言って、まあ質問を出したりする。それで相手と一緒にいる人も結構知恵がなければ、瞬間で考えることがなければもう、まあ、自分に返事することはできない。向こうは返事しなかったら、あんたは新しいものを考えてないんだと、本当はこういうことだと自分ででも言っている。その瞬間で私は何か新しく考えようと しているんです。ですから大人になると、それなりの大人の何か楽しみさがあるはずなんですね。そこでこの仏教を勉強することも同じことで、普通の社会で普通仕事をして日常の給料のために頑張っていたんだけど、ここでは禅は何であろうか、心って何であろうか、
存在って何でやろうか、我々は何で生きてるんでしょうかとか、とてつもない高度なものを探検しようとする、それも大変な大人の勉強でもあるし、意味のある仕事なんですね。ですからゲートボールよりはそういう心の真理を探した方がいいと思います。年取ってくると、インドの社会では一応全部決まってるんです。ヒンドゥー教で仏教ではないんだけど、若い時は欲を捨てて徹底的に勉強しなさいと、小さいというから勉強終わったらブラマチャーリーと言うんです。ブラマチャーリーというのはまあ出家というと同じなんですね。もう相手をもう異性体制全く気にしてはいけないんです。で勉強して全部終わったところで仕事をして結婚して社会人として活動する、グリハスタと言うんです。2番目はそれで子供がいくらか大きくなって独立してくるなと思ったら全部先財産子供にあげて自分が引退する、これワーナプラストとサンスクリット語で言うんです。いわゆる引退する、引退してただ黙ってるわけではなくて、それからこの真理を求めて勉強する、いわゆる宗教を勉強する。まあ、いくらか元気ですから、まあ、子供たちは自分を養ってもらいますから、まあ、そういう勉強をする。それ終わったらもう年取ってるんですね。年取ったらもうサンニャーシーという、どこにも止まること、とどまることなく、あっちこっち歩く。ああいうと、いろんな仙人たちに会ったり、いろんなところに修行してみたり、で頑張って。でどこかで死んでしまっちゃう、自分の自身ということは決まってない。それは仏教ではないんです。まあ一応書きますが、サンスクリット語で。そういうヒンドゥー教でそういう四つの生き方、若い時から死ぬまで勉強なんですよ。こんなにも人生苦しい苦しいとか、あ困ったとか、精神的にもうちょっと参ったとか、そんな暇がないんです。死ぬ瞬間まで頑張ってるんです。でも我々現代人みたいにこのもう欲のために儲かるために頑張ってるわけじゃないんです。高度なものに頑張ってる。ブラフマチャーリーっていうのは青年の時、青年の時はまあ教育、グラハスタというのはもう再退してもう普通の
社会人として活動する、結婚して子供育てて社会人として活動する。ワーナプラステっていうのは、まあ真理を勉強する時期。で、サンニャーシーと書くのはやっぱりこの修行の時期なんですけど、遊行とも書くし、あの勉強した真理をいろんなところに行って実践してみる。でもこの4つに残念ながら仏教は反対なんです。仏教によってそれをこのインドでパターン決まってるんだから染まらなかったんです。まあ、決まってるんだからね、子供の時は勉強するとか、もう若い時はもう結婚して仕事をするとか、お釈迦様に言うとそれ染まらなかったんですね。若い時に逃げちゃったんだから。ですからこれヒンドゥー教のインドの教えで、仏教の教えではないんです。で、仏教で何で反対しますかというと、途中で人が死ぬかもしれませんしね、勉強する時でも死ぬかもしれませんし、仕事をしている途中でもね、人生終わるかもしれません。そうすると真理知る、真理を知る時間がなくなっちゃうんですね。あの世の幸福を作られる時間が消えちゃうんですよ。例えば修行するためにこの80歳になるまで待っていましたと、80歳になったところで、例えば もし脳細胞がやられて麻痺状態になったとか、体が全く動かない、いろいろありますから人の体は。そうすると修行のところじゃないんですね、実践できないんですね。あるいは耳がすごく遠くなったと、それで人が言う話はもう理解できない。ですからこんなシステム決めたらまたあまり良くないと、仏教はこれも壊しちゃうんですけどね。でもこれからいいポイントはやっぱり死ぬまでチャレンジして生きていなくちゃいけないということなんです。でそれは我々に、まあ子供から勉強できることで、ですから皆様方は、まあ今日はそういう、まあ大人の世界に入って大人がするべきこと、あるいは一緒でも人間通してするべきことを今日なさってるんですね。こういう真理道徳というものを勉強するということはね、まあこれからも頑張って勉強してみてください。それでこの心という、あの今日の話の中でこの、まあもしかするテーマで子どもの心とかなんとか言葉あったかもしれません。それ一ポイントだけ申し上げたいんです。心というテーポイントで、あの子供の心という言葉を使いますかね、日本では。今日覚えておいてください、子供の心というものはないんです。赤ちゃんの心、大人の心とかね、そういうのはないんです。心には赤ちゃんも老人もないんです。心にとってはこの年の関係ない、体にはあるんです。それもよく忘れがちなんです。じゃあ皆様自分の心に聞いてみてください。自分の年と自分の心の状態、精神状態どうですかと。例えば60歳の方は自分が心の中でも本当に60歳だと思っていらっしゃいますか。あるいは 30代の方は自分の心の中で自分が本当に30代だと思っていらっしゃいますか。そうないと思います。20歳の方でそうですよ、私はもう20歳だから大人ですよと思ってますかね。思ってない。90歳に100歳になっても心に聞いてみてください。テレビでよく出る
金さん銀さんの顔を見たってもね、心だけはすごい元気でしょうね。なんか若者みたいに、若い人みたいに、もう会う人々にものすごくニコニコ笑って、もいろいろ話したりして、会いたかったよとかなんとか言ってね、そういうテレビのタレントさんなんかに、あのおばあちゃんが会ったっても何の意味ないんだけどね。でもやっぱり心は元気なんですね、若いんですよ。ですからそこは心理であって、心は年取らない、いわゆる年という概念はない。それで私たちはよく失敗するのは、赤ちゃんも赤ちゃんだと思っちゃう。何も知らない赤ちゃんだ、かわいいかわいいんだ、あれで大失敗するんですよ。赤ちゃんが全然自分が赤ちゃんだと思ってないんです。すごく怒ってるんです赤ちゃんは。自分が自由に活動行動したいんだけど、手も足も動けない。だから泣くんですよ。お腹が空いたら、まあもう多分なんて言いますか、まあ子供のね、まあ食べ物はもうちゃんと誰かがすくって食べさせなきゃ自分で食べられない。それすっごくこの言葉ではなくてものすごく感じるんです。嫌でしょうがないんですよ。だからかなりストレス溜まってますよ、お母さんだけではなくて子供にも。そこは我々はあんまり忘れてるんですね。まあ自分たちが一生懸命頑張ってもう面倒見てあげてるんだから、赤ちゃんが幸福だと思ってるだけで、あれで大変もうストレスの塊なんですよ。で心は年取ることもないではなくて、心にはこの年の概念がない。ですからこのまあこれから子供を作ろうと思っている方がいらっしゃるならば、やっぱりこの自分にはね、まあ子供がねうちに現れた時から、もうそれはもう赤ちゃんじゃないんだと思ってほしいんです。普通の生命であって、普通のまあ正真正銘の人間であると、自分と同じこの独立感が強い、相手にいろいろいちいち言われてほしくない、相手にいじめられてほしくない、もう頑固たる人間であるということだけを忘れてほしくないんです。そこら辺で我々は赤ちゃん見たら可愛いんだからね、可愛い可愛いという感情にも負けて子供をいじめるんです。で可愛い可愛いではなくて、やっぱりもうその大変なもう大事なポイントで、自分たちがこのある人間を育ててあげてるだけなんですね。それを覚えておいてください。この心の問題通して、ですからこの我々よりは精神的な問題いっぱい赤ちゃんの時からも子供にあるんです。なぜかというと、この自分がこの感覚通しては普通の生命だって大人なんですけど、喋れない、歩けない、感情を表すことができない、それすごく不自由を感じるんです。でそれはもう仏教の話だから、この医学の世界とは違うんです。また脳が発達していないとか、これ言葉とかそんなことを知らなくたっても感じ通してはあるんです。ミパッサナ瞑想でもして、できれば自分の過去を思い出してみてください。たまに才能ある人の自分の赤ちゃんの時までも思い出せるかもしれません。その時はいかに不自由でしたかと、
いかに自分の意見を社会に通らなくて嫌な思いしましたかということを思い出すはずなんです。言葉で考えることをちょっとやめて、ヴィパッサナーでも実践して知恵を掃除してくると。最悪なんですよ、赤ちゃんの時期っていうのは。大人から見れば赤ちゃんの時はこといいですねとか思うかもしれませんだけど、一番いいのは人間として言えば今の年なんです。いわゆるまあ長年の時なんですね。いくらか自分の意思は通りますからね。我々から見れば若者は幸福だなと思うかもしれませんが、若者もすっごく苦しいんですよ。大人に言う、もういつでもいろいろ遠慮しなくちゃいけないんだから。まあ一応50代ぐらいになるといくらかほんの束の間なんですけど、自分の意思は通ります。そこまで全部不自由なんです。それから年取るでしょう、体が不自由になってしまうでしょう。そこで一番私も最近もある人が言いましたけど、この自分のお母さんがね、ものすごく言うことを聞かないんだと。もういつでも喧嘩ばっかしですよと。ああだことどうすればいいんですかと。で、孫たちに叱るんだそうですし、まあいつでもまあ面倒見ている息子が、まあ、自分一生懸命面倒見ているんだけど、もう一人上の息子さんがいて、お母さんがまあその人のことばっかし可愛がってるんだと、そこに行きたがってるんだと。だからこの人にはまあお父さんには面白くないんだよね、それは。自分の家にいるんだから。でもし兄の方に行くならば、もう大変気持ちよく向こう行って、その日でまた日帰りで帰るんだと。まあそれはまあ兄弟のあれで、まあどうすればいいんですかと。で私はまあその場合はあなたに何言ったという意味がないんだけど、このおばあちゃんと話した方がいいんだけど、まあ私も時間ないんだからと言って、まあちょっと教えてあげましたけど、やっぱり年取ってくると僕はまあこの息子さんに言ってあげたんですね。自分の先を見えてるんだと。もうそろそろ死にますから。特に仏教の世界だから、もう死ということはもう覚悟の上だから、まあ、日本みたいに死にませんよと思って生活するわけじゃないんだから、癌になったって言いませんだから、そんな鬱蒼の世界ではないんだから、もういつでも我々はいつでも必ず死にますよということはもう刻み込まれているし、ですから当然年取ったらまあ自分の死ということはもうじりじりと知ってるんです。そこで計算するんですよ。私はもうあともしかすると半年間とか1ヶ月間とかで、半年間しかいないんだから、お前らは私のことをもうちょっと親切にしたらどうですかというふうにもう思っちゃうんですね。そこでやっぱりこのいろいろややこしくなっちゃうんですね。自分が半年間で半年以内でもう全く消えてしまうんだから、もうちょっと親切にすればいいんじゃないんですか。ですから紅茶あげたってもこれは熱すぎですよとかね、あるいはいえこれちょっと冷めてるんではないかと、なんとか文句言うんです。ご飯すぐたらもうご飯硬いの食べられませんと、次の日はもう一生懸命柔らかくしてあげる、こんなもん食べられないんですが柔らかいんですと。だからこの子供たちがもうやりきれませんと、このお母さんとは。なんで年取るとわがままになりますかと。ポイントはそこじゃないんです。で僕はそれを教えてあげたんですね。お母さんはもうそろそろ亡くなるんだから、あなた方はもうちょっと親切に心で接してほしいんだと。別にご飯は硬くたっても柔らかくても、それはもうそんな問題じゃないんだと。言っていろいろこの工夫を教えてあげたんですね。まあうまくお母さんと付き合える方法をね、こういうことをしてあげてくださいと。でそこでまあ年とまあ私のお寺の大長老も亡くなった時も同じことでしたけど、やっぱり
半年 3ヶ月間、まあまあ長老は自分亡くなることを結構前からもう知っていたんだけど、もう3ヶ月になって私たちはもう亡くなるだと思わなかった。私は僕も二十歳ぐらいです、水槽の時は。で別に人がそうなの亡くなるってことを、まあ、思わない。やっぱりえらいわがままですね。でわがままですけど、私はものすごい年下だから、まあ長老80代だから、私のことをすごく可愛がっていたんですね。で私に対してはわがままではなかったんだけど、この他の長老たちにとってはまあいろんなものを言いたいほど、あれいけません、これいけません、そうじゃない、ああじゃないとか、みんなもうあきれちゃって、もうやりきれないんだと、そっきりできないんだと言って、全部私に任せちゃったんですね、面倒は。まあ、私はもう全部徹底的に面倒見てあげたんだけど、私も長老は亡くなると思わなかったんだけど、やっぱり自分から見ればすごい年上のおじいちゃまだから、もう一緒にいるのは楽しいんですね。いろんなことを教えてくれたりするし、いつでも優しいし、こちらには年下だから、そこでお互いに愛情があって面倒見てあげる。それで向こう側も私と一緒にいるのは楽しいし、私も3ヶ月ぐらい全然寝ないで面倒見てあげたんだけど、全然そばれてもないし。でその時によく分かったのは、まあなるほど、まあ年取ってくるとどれほど大変かと。だから不自由で不自由で、今まで元気で生きていた人がいきなり不自由になったら、あの苦しみっていうのは波のもんじゃないんですよ。例えば自分で飲みたいんだけど飲ませなくちゃいけない、あれすっごく気持ち悪いんですよ。人に飲ませる、食べさせるということは、聞かせる、そういうことだから、そうならないように今から元気でね、心を健康的で元気で置いとかなくちゃいけない。そこで言いたかったのは、心は、心には年の概念ないこと、それを覚えていけば皆様に子供の面倒もちゃんと見られるし、老人の面倒もちゃんと見られる。子供もないし老人もいないし、ただ人間がいて、その中に心が働いている。もうちょっと分かりやすく言えますけど、もう時間の関係で、あの具体的に喋らなきゃそこら辺はね、難しい世界だからね、あのちょっとややこしいんです。一応こういうポイントだけ覚えておいてください。いつかあのまた話す機会があったら、あの皆さん分かります。もしあの看病なさっていらっしゃる年取ってる方々いるならば、よく覚えておいてください。これ体年取ってるんだけど、心は、心には年の概念ないんだと。まあ時間は全部消えましたんですが、でまあもう一つ、この教育のポイント一つ二つ言って終わります。まあポイントだけ、どうですか、休憩挟んで、休憩挟んで、じゃあ休憩挟みましょう、それだったら。じゃあこれから休憩して、まあポイント違いますから、ちょっと長かったから少し、じゃあ10分教育の問題に対して、あのポイントを一つ申し上げたいんです。で、あの世の中は、例えば日本のようなね、まあ高いレベルの教育ある場合は、
学校ではいろいろそういう知識やらね、そういうものはもうきちんとちゃんと正しく、まあ、教えてくれるんですね。なんだかんでもそこら辺は問題ないんです。まあ教育っていうのは普通の世界の生きるためのことだから、それはまあ方法もちゃんとあるし、まあ道具もあるし、それはちゃんとやってますけど、で人間としてなんかまあどこかで出来上がってないところはあるんです。それからまあ日本ではまあ学校でまあ道徳とかなんとかある相談ですけど、でもやっぱりまあ宗教は教えてませんし、で日本で宗教学校で教えるのはもうややこしいんですね。まあ宗派はもう稼げられないほどあるし、新しい宗教もあるし、まあだから宗教時間とあたってもどんな宗教を知るべきかと分からなくなっちゃいますからね。ですからまあないのある、ある面ではもう本当にいいかもしれませんだけどね。で教えたってもなんかこの宗教、いわゆるこの日本の仏教の歴史とかね、いくらか歴史の中で教えてますけど、まあそんなものはあんまり役に立てないしね。奈良時代やだ、鎌倉時代やだこうだとかね、聖徳太子はだこうだとか、こういう古い弘法大師がいましたとかね、日蓮聖人がいましたとか、親鸞聖人がいましたとかね、そんなことを勉強したってもそれほど役に立てないんですよ、人間としては。ですから教育のポイントはこれなんです。このしっかりしたこの人間としてどう生きるべきかと、それを小さい時からも心の中に入れておかなくちゃいけない。それどういうことかというと、この道徳の基礎土台で、倫理の土台、初めからも子供たちにはこれはもうどうしようもないんです。教えてあげなくちゃいけないんです。で教える方法は我々工夫しなくちゃいけないんです。それは今日はまあこのポイントだけはまあ一応教えてあげます。この道徳や倫理とか宗教の立場から見るとややこしいんです。ですからそれ忘れましょう。例えばキリスト教の倫理は仏教の倫理と違うでしょ。日本の仏教を見たっても各宗派の倫理はまたいろいろ違いますから、子どもたちに何を教えればいいかわからないんです。ですからそこは別に教えなくてもいい。大人になってからそれを勉強すればいい。親鸞聖人が何を教えたんだ、日蓮が何を教えた、弘法大師は何を教えたかったですかとか、それはもう大人になってからいいんですよ。でも人間で生まれたならば必ず誰であろうか知るべき基本的な倫理道徳の土台がある。それはお釈迦様がこういうふうに教えるんです。その教えはお釈迦様が自分の子供に、お釈迦様もシャイケの時代で一人の子供がいたんです。ラーフラという名前の、その子が出家したところで、子っていうのは大変失礼ですけど大やらかんですけど、でお釈迦様はやっぱり優れた教育者として別に説法してないんです。仏教はああだこうだとか、因果法則はああだこうだとか、死生体はああだとか、それを教えてないんです。子供だからこれを教えたんです、自分の息子に。何かする前に我々は何かをする前にちょっと考えなさいよと、ほんのちょっと考えなさい、何かする前に。何を考えるんですかというと、まあ書く前に説明しておきます。
ちょっと考えましょうと。私はこれを、まあ、その場合はこれ私のためになりますか、あるいは私の損になりますかと。行為は、行動は、例えば今自分がやろうとしようとしていることは自分のためになりますか、そうではないかと。ポイント1、それは本人考えるんですよ。子供にもできますから。たまにお母さんたち聞くでしょ、そんなことをしたらあんたにいいと思いますかとかね。自分のためになりますか。2番目は自分の周りにいるこの相手のために、この行動は相手のためになりますか。3番目はみんなのためになりますか。それは道徳の基本。そこでお釈迦様は自分の息子にこう言うんです。もしその行動が自分のためにならない、自分の損になるものであるならば、それは悪いことであって不善であってやめるべきですと。もしその行動は相手のためにならないならば、相手の損になるもので、相手の害になるものであるならば、それは悪いことだよ、やめてください。もしあなたはやろうとしていることはみんなのためにならない、みんなの邪魔になるものですよと、みんなの妨げになるものですと分かったら、それは悪いことだよ、やめてくださいと。ですからこれお釈迦様例えで言うんですね。この自分の息子にこう言うんですね。あなたは知ってるでしょうに、鏡を知ってるでしょうと。この中仏経典に入ってるんです、このお経は。鏡は何のためにありますかと。鏡は自分の顔を見るためにあるんですね。で、鏡を見て自分の顔がどこら辺間違ってるかとか、髪の毛はどうですかとか見て直すんですね。そういうふうにあなたは行動するとき、行動は3種類。一つは考えること、一つは喋ること、一つは行動。普通の体でする行動。考えることも行為なんです。喋ることも行為なんです。行動することも行為なんです。その三つをする前に考えます。それはできるだけ早く子供が言葉を分かるようになってくると、いろいろ工夫して教えてあげてくださいと。言っても皆様には赤ちゃんとかもいないかもしれませんだけど、一応勉強のために言いますけど、例えば赤ちゃんが何か、まあ子供が何かこのおもちゃでもいいし何でもいいし持って、もういい加減に遊んでる。そこで自分が倒れたりして怪我したり、怪我ではなくたっても、例えば痛くなって泣いたりする。それでお母さんが飛んでいて、ああ痛くない痛くない痛い痛いの飛んでいけとか、そういう馬鹿げたことを言うと子供はもう全く悪くなるんですよ。自分がわがまま好き勝手に遊んで自分が痛くなって、それでお母さんに慰めてもらったと。それでもう反社会人みたいな人間になって大きくなっちゃいますよ。そうじゃなくて、優しい母だったら、あんたそういういたずらするんだから痛い、もそんなことになるでしょう、言って無視するんです。
あんたそういうことしてたんだからでしょと。本人にその損を味わってあげるんです。そうすると、私がこういういけないように遊んだんだから、もう今ひどく痛くなったんだと言って、本人は我慢する、努力する痛みを、ケアケアと泣かない。それですごく自信もつけるし、もう一つ道徳は勉強するんですね。やっぱり自分にとって悪いことはするんじゃないんだと。もしお母さんが危ない危ない、気をつけて気をつけて、そればっかしでしょ。それで人間はダメになるんですね。本当の危ないところでは大人はちゃんと守りますが、例えば、電車来ると子供はどうもこうやって見ようとしたら、まあそこはそれは分かりますが、そんなことは常識だから。ちょっと木なんか登るとしたら、危ない危ないと。気をつけろとか。それ一言葉、毒なんです。危ないと言ったらいけないんです。もう木を登って怪我してたってもいいんですよ。足が折ったっても。それを大人の仕事で足が折っちゃったら病院に連れて行って、まあ治してあげる。どうったことないんです。そこで子供は嫌だ嫌だとかね、まあこう文句言うでしょ。その時お母さんの場なんですね、道徳を教える。あなたは自分勝手にそんなことをするんだから、そうなったんだから、私も大変でしょうと、うちの仕事いっぱいあるのにとか。で、自分、ざんざん自分のわがまま言っちゃえば、それで、きちんとした育ち方なんです。道徳的に。それ一番目のポイントなんです。なかなか日本でやらない。もう子供一人二人しかないんだから。世界一悪ガキに悪い女の子に育てるんですね。甘えて甘えて。中国でも同じ問題になってくるみたいんですけど、一人子でしょ。ですから、この、甘えたらもう、それで犯罪者。ああいうままですか、ああいうさん、女優さんのような人間が出てくるんです。これは悪いと自分で判断できないのはもう人間として生きる権利さえないんですよ。失格なんですよ。それ小さい時も教えてあげなくて、それにはもう運運という権利はなし、もう絶対的にやらなくちゃいけないんです。それ親の仕事なんで、算数を教えるのは学校の仕事なんです。仕事間違ってるんです。親が学校の勉強を教えてあげる。道徳は全く教えていない。道徳の場合はもう日本で僕に見えるのはこの具体的に言うんですね。ああしなさい、こうしなさいと。それ具体的に言うのはまたダメなんですね。そうすると自分で考えないんです。こうしてこうしてこうこうしますよとかね、具体的に言うべきところもありますけど、道徳の場合は本人で判断するようにしなくちゃいけない。例えば魚をなかなか、まあ、もう食べられないというならば、もう食べさせてあげるんではなくて、まあ、こうやってこうやってしてもよく食べられますよと教えるの。そうじゃなくて、じゃあ、まあ食べさせてあげますよってなっちゃうでしょ。この道徳の基本忘れてるんだから、もう世の中狂ってるんです。ですから、この教え方はそれぞれ我々工夫しなくちゃいけない。子供の性格にもよりますし、親の教育にもよりますし、例えば僕は子供の時はよく分かってるんですね。例えばあっちこっち走っちゃう、あの片足で飛んで飛んで、まあどこでも行っちゃう、隣の家に遊びに行く時でも、まっと隣の家に行く時でも、たまにもう片足で飛んでいくんですね。それで片足でも長い距離飛んでいくと、もう転がっちゃって、もう膝がもうキスたりとかね、まあものすごく痛くなったりするんですね。なったら、まあやっぱり薬なんか入れてもらわなくちゃいけないんだから、まあ母のところに行くんですね。一応行ったら、ああ大変だとかね、全然心配顔しなかったんですね、自分の母が。その代わりに怒られるんですね。
自分が知りませんと、自分は前が勝手にやったんだからと、勝手にしなさいと、何でもう泣きながらこっち来るんですかと。あれはこの道徳の基礎を教えてくる場なんですね。自分がもういたそらせたんだから自分がひどい目に遭ってるんだと。そこで我々の国では断りさえあるんですね。まあ自分がこんなことをやったんだからもうひどい目に遭ったよと。でそこまで言われて、ああやっぱり自分に悪いことはしてはいけないと、それでしっかり頭の中に入るんですね。ですから私はもう14歳からもう親から離れて全く一人の生活していたんだけど、きちんと自分では知ってますよ。人が何言おうか、自分に通してはどういう行動が正しいかということは小さい時からまあしっかり知っていたんです。それはまあ仏教という教えがあったんだからなんですね。例えば学校の仲間とかいろんな悪いことをしたりするんですよ。カニングしたりとか試験ではこれは一度もやったことがないんです。なぜかというと、カニングしたらそれは自分には悪いんだと、自分がバカになるんだと、それ人を騙しちゃったらそれ一生騙すようになっちゃう、これは大変だと、まだバレちゃったらものすごい恥ずかしいんだと、そこでまた親に知られたらもううちに帰られないんだと、うちは厳しいんだから、で絶対そんなことは自分に悪いんだからやらないと。たまに他の学生たちが僕にまあこれ教えて教えてとか言う場合やったんですね、試験の時とか。その時は教えるのはこれはとんでもない良くないことですよと思ってるんです。思って教えてあげないそうと答えはと思うんだけど、また考えるんです。でも私よりはもう私は体すごく小柄でしたし、みんなすごい体格が良くて、だこいつらに後から殴られちゃったらどうしようかとああですからまあ自分で勉強しないでカニングしたくて悪いことをしたがってるし、それだったら自分の責任ですから、頭悪くなったってもどうなったっても私は知りませんよと思ってさっさと書いて、もうこれは答えですとあげるんですそれを悪いことは知っていてもやっぱりもし教えてあげなかったら、あとは自分がひどい目に遭うかもしれませんと思って、もう人にはまあ試験の中で教えた覚えがあるんです。でも自分が絶対しなかったんです。ですからもう勉強を真面目にしなくちゃいけない羽目になったんですね。試験で加入したら合格すればそれでいいということにならなかったんです。そういう大変残念な状態になった私の同じく一緒に勉強してくれる人のこと、僕は目で見た経験がありましたからね。ですからやっぱり小さい時この道徳の第一行目、自分のためにならないものは悪いことであってやめなさいと。ですから何が悪い何がいいかと、今の現代人がわからないでしょ。すごい簡単なんです。自分のためにならないものは全部悪いんですよ。じゃあ子供にもうタバコを吸ってはいけないと言ったら、子供じゃあ大人が吸ってるんではないかといきなり聞くでしょ。そこで学校の先生はもうなかなか教えることできないんですね。私だったらあんたタバコ吸いたいんですから堂々と吸ってくださいと言うんです。タバコを吸うことはあなたにとってもいいことだと思ってますかと。じゃあそうとってもいいと思うならば堂々と吸ってくださいと言うと嘘はないんです。それはこの道徳の基本から僕はそう言うんですよ。で基本っていうのは、本人がなんで学生子供たちがタバコ吸うかというと、この大人をいじめるためなんですよ。学校の先生やら自分の親やらもう何とかしてもいじめて自分の方甘えたいんですね。甘えかしてるんだから。ですからもう甘えてあげてはいけないんです。じゃあ吸ってください。お母さんばかりはどうぞ吸ってください、はいタバコと一箱買ってあげればいいんです。カートン一つ、はいどうぞ、それでもうやめるんです。
あなたの体でしょうと、死んじゃっても私の問題じゃないんだと。あれだから子供がいけませんよ、サバコ吸ってはいけませんよと言ってほしいんですね。言ってほしいと、またそれによっていろいろこのまたさらにいたそらしようと思ってるので、そんな計画はもう全部バラさに破らなくちゃいけない。そういう工夫は大人にないんだからしょうがないんです。もし仏教の基本知ってるならば、結構そういう工夫はどんどん出てくるんです、ね、方便ということは仏教ではもうよくあることだから、限りない方便が出てくるんです。ということで、私はもう結構子どもたち扱った経験はかなりあるし、まあ、いつでも国に行ったら、まあ子どもたちの一緒の生活の方が多いんだけど、失敗はほとんどない、ゼロ。で、自分のためになります。自分のためにならないものは罪です、悪いんです。タバコ吸うことも、酒飲むこともふざけることも、じゃあ学校を食べることも、もし子供が知ってるならば、自分のためにならないことは良くないんだと。学校をサボったりはしないんです。学校をサボってるならば、別に行ってください、行ってくださいとかね、いいんじゃなくて、どうぞ、もういいですよ、行かなくたって。行かなくたってもいいんだ。あなたはあなたで、私は私ですと。自分で蒔く種は自分、なんて言いますか、自分で刈り取るんだ、刈り取るんだと。で、大人の責任としてちょっとした未来層を見せたってもいいんですね。まあ、教育ない人はこういうこういう人生で、教育のある人はこういうこういう人生で、選べるのはあなたですよと。何も教育ない人は、まあ大きくなったっても、まあこういう重労働とかね、そういう危険な仕事とかね、しなくちゃいけない、やっとどこか会社に入ったってもいつでもバカにされるんだと、いじめられるんだと、ろくな金にならないんだと、勉強していないんだから自分のお金の計算もできなくて、もしかすると不良者みたいになるかもしれませんと、ホームレスになるかもしれません。それはまあそうで、勉強するならばいくらかまとめに、まあ生活できると。でもどっちにするかっていうのは私ではないんだと、それぐらい教えてあげて、もしすれば本人は、あ、これは大変だと、すごい責任感生まれてくるんです。それ2番目は、相手のためになりますかと。それはあの子供たちの道徳ではないんですよ。それはもう仏教の基本的な道徳の基礎です。我々の場合も同じですよ。そこで人間っていうのは相手のことを気にするんですよ。みんなに嫌われたいという人がいませんし、みんなにいじめられてほしいとか、みんなに無視されてほしいとか、社会から追い出されてほしいというふうに思う人はまずいませんだから、どんな人間の心の中でも向こう側からよく思ってほしい、認めてほしい、評価してほしいという希望あるでしょ。それは本能です。たまに人が人にバカにされると気持ちよくなるかもしれませんだけど、あまりそういう人はいませんし、ですからこの行動、このことをしたら相手のためになりますかと、相手によく思われますかと、それちゃんと教えて、しっかり教えてあげてください。例えば子供はなんかみんなに迷惑をかけていると、いきなり親母さんにやめなさいと。子供はやめるんだけど親が怖いんだから、あれで全然親子関係も生まれませんし、親が鬼になっちゃいますよ、なんだかんだ命令するんだと。そうじゃなくて、あ、こういうことをしてみんなに嫌われて
あなたは面白いですかと。みんなにあなたも本当にもう行儀の悪いバカですよと。何にももう行儀のない、何も教育も何もちゃんと育てられてない悪ガキだよと思われて気持ち面白いですかと。それだけなんですよ。そうするとやっぱり自分の行動は周りの人々に認められるような行動でなければいけませんと、子供はそれでしっかりするんです。大人の場合は我々している仕事ことは、例えば自分が儲かるために何かする、それによって相手を損する、それは罪なんです、不正なんです、それは悪いことなんです、やめてほしいんです。ただ子供は自分に面白いんだからやりますよと思ったっても、それだけでは決められません。自分に面白いんだけど他人に迷惑だったら、例えば子供はイステリオ大きい音をしてきで聞いてるんだと、子供に面白いかもしれません、お母さんにとってはうるさくてしょうがないし、おじいちゃんにとってはもう最悪かもしれませんし、ですからこの音を消しなさいとか控えなさいとか命令したら、そこで関係悪くなるんですよ。若者がでっかい声でイステリオ聞いてる場合は、若者は若者なりに大きい声で聞きたいんだから、ですからこのいつでも道徳のこの基本から喋らなくちゃいけないんですね。ね、このあなただけ良ければいいと思ってるんですかと、あなただけ楽しめればおじいちゃんおばあちゃんのことをどうでもいいと思ってるんですかと、隣の人々のことをどうでもいいと思ってるんですかと、自分だけで生きてられると思ってるんで、そういう、まあ、若者に言わなくちゃいけないんですね。ですから音楽を聴くなということじゃないんです、イステリオを消せなさいということじゃないんです。判断は本人しなくちゃいけないんです。そこで本人がヘッドフォンで聴くか音を控えるか本人が決めるんです。その人間するべき仕事は親やら大人やら学校の先生たちがやってるんだから、我々はやっぱり動物を育てるようなことになってるんですよ。家畜動物を人間育てるんじゃないんです。人間では立派な知識人だから、それなりに責任感を与えて育てなくちゃいけない。それで2番目はそういう相手のためになりますかって、3番目はこの行動の普遍的な心理なんですね。いいことは自分のためにもなるし他人のためにもなるんですよ。世間の全ての人々のためになるんですよ。もしそういう基礎で教え勉強したならば、我々は別に困らなくてもいいんです。どんなことに対しても、人はどんな仕事をしたっても世の中に害することはしませんし、会社の社長が自分の部下にいろいろ悪い風にいろいろ賄賂したりいろんなことをしたりしても、会社はもうでもためにやりなさいと言っても、部下は知ってるんですよ。こんなことをしたら日本のためになりませんと、会社のためになりませんと、お金をかれくるやらいろいろ人に賄賂を払ったりとか、ですから断るんです。社長はこう言うんだけど、これは悪いことだから私はやりませんと、他のことを頼んでくださいと、他の人に頼んでください、私はまあ一連でお店だっても構いませんと。それぐらい自信がありますよ、そういう人に。そうすると会社も倒産しませんし、まあ、というところが銀行さえ倒産する羽目になっちゃいますから。でこの教育の道徳がないんだからなんですよ。それで公のお金銀行に払わなくちゃいけないし、とんでもないことなんですね。ですから我々は仕事をしたっても、科学的な研究にしたっても、科学的な発明にしたっても、
やっぱり自分のためになること、他人のためになること、全ての生命にみんなのためになることはまあ基本であって、それ破ったらもう間違いない。それ当てはめてみてください。現代この宗教運動に対してでも道徳の基本さえないんですね。で、親が悪いんですよ、結局。親が道徳の基本を教えてないんだから人殺しまで行っちゃうんですよ。いくら超能力者が現れてきて、あの人殺しなさいと、殺したらあなたはもう超能力者になりますと言ったっても、そんなことやりませんよ。で、仏教のこの世界はしっかりしているのはそういうわけなんですよ。我々はだいたい自分の国だったら子供の時は全部手を打っておくんです。しっかり教え込んじゃう、まあ、暗記させちゃうんです。そういう道徳とか、お経もいくつ、今日もお経一つも説明したかったんだけど、それはもう意味まで全部もうそれからもう話しちゃう。もうお寺に来るのだいたいまあちっちゃな、もう何もわけわからない小さな子供たちから、まあ12、3、4歳までですよ。で、まあそれでもう一応若者になってくるともお寺に来ないんで、あっちこっち遊び回っちゃいますから。でも我々は全然心配しない。また戻ってくるんだから、年取ったら。その間の人生は何も心配ないんです。まあ 100% じゃないんだけど、まあ、90% の人間はもう悪いことはしません。そこでしっかり自分で判断しながら生活する。ある面でバラバラかもしれませんだけど、日本みたいにきちんと何でもコントロールされてきちんと規則正しくはないんです。まあ仏教はもともとからもそういうふうにもうわさわさと教えてるんだから。でもこの道徳の基本、それを覚えて、皆様もよく覚えておいてください。死ぬまでそれを守らなくちゃいけないんです。それは仏教の教えなんですよ。あるテレビで あるクリスト教の人はこの宗教批判しながら、この仏教では何でしたっけ、この矛盾がありますよと。私は頭にきてあのバカが知ってるわけじゃないんです、仏教はと。頭にきたんだけど、でもテレビに怒ったっても何の意味ないんだからね。人のテレビだからもう壊すわけにいきませんし。で、矛盾あるわけないんですよ。仏教では先生のために何をしたってもいいっていうことはないんですよ。お母さんのために人殺してもいいっていうことはないんですよ。冗談じゃないんです。かすかな悪いこともするな、はっきりと悪いんだと。お釈迦様は自分の息子に教えた教えだから、これは子供の教育には欠かせない教えなんです。ですからするべきものは自分のためになること、周りの人々のためになること、社会の皆様のためになること、そういう行動をすると社会は何の問題あるんですかね。いちいちこのくだらないことを説法する必要ないでしょうね。こうやって人間は社会を作るべきですよとか、それは全く自然に出来上がっちゃいますよ。そこで我々にもいっぱい暇があるんです。その暇のある時間で死生体を、死生体やら八正道やら因果法則やら阿弥陀論やら、もう高度な瞑想の世界やら、そういうものを教えられる時間があるんだから。それ鬱を削くなとか、物を盗むなとか、そんなくだらない教えを教える暇がないんです。そんなことをお母さんが教えるべきなんです。それが道徳の基本は。で、またたくさんポイントありますけど、もう一つだけ言います。この我々この悪いことをしたときは叱ってはいけないんです。すぐ叱っちゃうんですね。
動物と同じなんですよ。で、まあ同じじゃない、まあ少々違いかもしれませんだけど、この子供たちでもたまにこの、たまにではなくて結構悪いことするんですよ。それはまあ子供だから当たり前なんです、悪いことするの。で、本人もそれ知ってるんです。大体。そこで知ってるんだからそこでなんてそういうことをするんですか、それはいけませんではないかと言うのは全部無駄なんです、ね、でもどうも大人っていうのは我慢できなくて人が悪いことしたらすぐもう怒鳴っちゃうんです。それは大人悪いんですよ、大人が怒ってるんだから。子供を大人を怒らせるために、大人を困らせるためにやってるんだから、もう舐められてるんです、ね。それからこの叱ろうと思うと子供は心の中で膜をそぐるんですね、壁をそぐ。あ、もうこれからまあ説教でしょうと、それを思った瞬間このヴィパッサナーの先と同じく、まあこれから説教だと一言葉子供を心の中に入れちゃいますから、あの内容は何も入りません。皆さんヴィパッサナー経験があるならばご存知だと思いますけど、耳に入るものは音だと確認すると全然気にならないんだから、音は。子供それ同じことやってるんです。まあこれからはまあ説教始まりますと入らないですから、我々はただ疲れるだけで、自分が怒ってばかりになるだけで、その時ではなくてすごくいいこの時が出てくるんですよ。それは言う時が、相手も全く想像してない瞬間、まあ親があれ忘れただろうと、もうしっかり思ってる、あるいはすごくもう親と仲良くしている時、すごく仲が良くて一緒に遊んでる時見て、あ、そういえばこの間あんたこういうことをしたんで、あれどういう意味ですかとか、いきなり聞けばいいんです。で、子供がっかりする、びっくりするんです、ね、その時は頭の中まで入っちゃうんですね。この間あんた、まあこの間こういうことをしてもこんなことになりましたよと。ですからこの叱る、ちゃんと時と場合ってなるんです。それをもう自分で発見せないことは大変なんです。そういう社会人に対しても同じなんですよ。自分の部下が悪いことしたならばいきなり怒鳴っちゃうでしょ。それでもう社会、まあ、会社はもうあまりうまくいかない。部下ももう別にわさわさ間違い起こしましょうと、失敗しましょうとやってるバカな部下がいませんだから。だから失敗だから、あれは間違いだから、あ、これでいけませんと本人知ってるんですよ。ですからそういう失敗した時は励むんであって叱るんではないんです。で、世の中の生き方とはちょっと違うかもしれません、仏教のやり方は。失敗した時、よく励ましてあげてください。例えば、弁償しなくちゃいけない失敗しましたと。その時は僕はもう大変困ってますよ。あ、自分がこんなことしてたんだからこれ弁償しなくちゃいけないんだと。その時あんたちゃんとこう払いなさいとかね、なんでそういうことをするんですかと、そういう言うんじゃなくて、じゃ励ましてあげる。例えばね、例えこれは例えの話ですよ。まあそんなもんだよ、人間っていうのは。いつでもね、まあバカなことをやってますから、それしょうがないよと。人間というのはあなたにもお金はないのに
そんなことを言ったらね、もう大変でしょうね、とかね。まあ気にするなと、まあそれなりにまあ徐々に返してあげて、返せなさいと。言ってその本人と一緒にならなくちゃいけないんです。その悩んでる時は。それは自分と一緒に悩んでくれる人がいるということで。二度目と間違いを犯せない。ところか、一回の失敗に基づいてその人はすごく成功するんです。叱っちゃったらそれでもずっと進む。まあとにかくポイントは要はね、相手に読めない心持つことなんですよ。この上下関係の場合は、親と子供の場合は、上司と部下の場合は、学校の先生と生徒の場合は、上の人の心読めちゃったらまあそれでも終わりと。ですから失敗したら叱れるだろうっていうのは常識です。叱らないことは仏教の真理なんです。そういう今皆様に言ったことは私は一つまたたくさんありますよ。全部試してみた子供なんです。それところはもう僕は実例を挙げるともうこれ一日の講義に終わらないんです。膨大なようになるほど実例も自分は持ってるんです。ですからこの戦国の試した経験があるちゃんとしたものなんです。一応それだけ覚えておいてください。失敗した時はもう叱らないこと、間違いを起こしたその時は叱らないこと。例えば子供は何か皿でもいいし花瓶でもいいし割っちゃったと、その時叱ったっても何の意味がないんです。そこ片付けなさいと、それ言えばいいんです。ちゃんと片付けてきれいにしなさいとっていうこともそれやってくれるし、それからあんたは物を触る時はね、いつでもこうやってこうやってこうやって触る取るんだからそうでしょう。物はするときはしっかりするんですよと説明してあげればそれでよかい。割れたものは割れて終わったんだから、別にそれにどうったことないんだからね。そういうことなんです。じゃあまあ時間は飛んでましたけど、またまあ4時間喋ったって終わらない頃にまあいろいろ内容はあるんだけど、そこで終わりにします。